クラスあれ、まあ、初日が小倉さんとこう瀬戸内でいて、まあ、西だと深谷が一人いて近畿も2人みたいな感じですけど、まあ小倉さんと、まあ、話して深谷君になるかなと、はい、まあ、ちょっと今年その大宮記念からもですけど、いわゆる S 班としてこう走るということで、まあ、やることは変わらないのかなというふうに言われてますけど、実際どうですか、この2ヶ月ちょっとというのは。まあ、いそいそ一生懸命走ってるんで、まあ、そんなにそこ気にしてる余裕はないです、はい、まあ、地元記念だったりで、まあ、期待はやっぱりかかってるなっていうのは。まあ、そうですね。そういうなんかプレッシャーだったりっていうのも、そのじゃあ、エサじゃなくてもプレッシャーはかかるんで、はい、それはあんまり変わらないです、はい。あとは、まあ、ちょっと1月が配分が詰まってて、日足生の対応とか、練習の面が。まあ、それよりグランプリで落車した、ので、その対応がまあ少し遅れたというか、まあ、練習期間は取れなかったので、まあ、だいぶ、練習最近はできるようになって、まあ、体もちょっとずつ良くなってきてるかなっていう感じです、はい。確かにいつもこういう体のバランスがこう立て直すのに入念にというか、時間をかけてやって状態が上がってくるような感じがあります。まあ、みんなそうです、はい。まあ、昨年だとこの伊藤の共同杯くらいとか非常にこう暖かくなって動きがキレキレになってきたから、そうですね、まあ、去年は3月すごい状態良かったんで、まあ、それと比べるとまだもう一息足りてはないんですけど、まあ、悪くはない感じです、はい。上がってきてると思います、はい。まあ、もちろんいい結果出したいんですけど、まあ、気持ちだけでどうにかなるもんでもないんで、まあ、一生懸命頑張るだけです、はい。はい、機会も調子を上げてきていい走りをしてくれれば、まあ、みんな強いんで、まあまあ、まだみんなにチャンスあるかなとは思うんですけど、はい。それについて楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。